メートル元気メートル元気とは、1960年まで1メートルの基準として用いられた元気である。1879年、フランスで、発金90%、イリジウム10%の合金で作られた。メートル元気は、それ自体の長さではなく元気の両端付近に記された、それぞれの目盛りの距離が、摂氏0度の時に1メートルとなるよう設定されている。国際元気は、 パリの国際度量公局に保存されている。しかしあらゆる物質は教授変化を起こすので、1960年の第11回国際度量公創会でメートル元気を長さの基準とすることをやめ、物理現象による長さの定義に改められた。1885年日本がメートル条約に加入すると、1890年にフランスから日本国メートル元気、 日本国キログラム元気が到着した。中央度量法期検定所で保管され、これを日本の長さの基準にした。このように一つの基準から順番に測定値の保証をしていくことをトレーサビリティという。日本のメートル元気は1960年以降、メモリの引き直しがされ、現在は標準弱となっている。また、日本では 九度量工法においては併用されていた尺の元気も制作されている。メートル元気がメートルの定義に使われなくなった後も、日本国メートル元気は産業技術総合研究所の計量標準総合センターで引き続き保管され、2012年には尺元気などと共に重要文化財に指定された。重さの基準、運動不要に、1キロ決定に新手法、キログラム新基準。 日本など確立、元気の奮闘130年で、マクメートル元気の重要文化財指定について、我が国の土力を制度近代化への礎を築く、産業技術総合研究所。ありがとうございます。